オクテットチャンネル。こんにちは、オクテットメンズファッションチャンネルの林です。僕のチャンネルは気に入ったブランドやアイテム、コーディネートのアドバイスをするチャンネルとなっております。今日もよろしくお願いします。今日はですね、まあ見たら大体わかるんですけど、バッグの話をさせていただこうと思ってます。で、バッグなんですけれども、やっぱりね、女性と男性ですごく違うと思うんですよね。女性は自分のコーディネート、着こなしだったり、TPO どこに行くかだったりに合わせて、財布だったり、バッグだったり、小物もね、こう入れ替えたり、頻繁にすると思うんですよね。が、男性は、まあ大体お気に入りのバッグが1個あって、それをずーっと使うと。いう感じの人がね、ほとんどだと思うんですよね。財布も俺これ8年使ってますよみたいな、なんとなくいい味が出てる財布で、これは絶対カードとか差し替えることないよねみたいなのが男性だと思うんですよね。だからそんな中で、今だとね、こうスーツばっかりじゃないから、どこかビジカジと言われるようにカジュアルな要素も普段出てきているので、僕はね、今使うならこういうトートバッグがいいなっていうお話をね、今日させていただこうと思います。まあ、実際これね、僕が最近買って今使ってる、まさに今使ってるバッグなんですけれども、そもそもね、トートバッグって何かっていう、まあトートバッグって言うんですけれども、トートバッグっていうのはアフリカがね、語源のトートっていう言葉があるんですけれども、それをね、アメリカで運ぶっていうね、俗語で使っていて、まあ運ぶバッグっていうね、単純な意味なんですけれども、トートバッグっていうのが一般的にね、認知されたんですけれども、そもそもの最初は LL ビーンが出した氷を運ぶね、バッグがあるんですけれども、その氷を運ぶバッグをトートバッグって呼んでたんですよね。で、それがだんだんとね、ファッションアイテムになって、現在のこうトートバッグ、結構ね、僕日本はトートバッグ全盛だっていうふうに思ってるんですけれども、種類も多いですし、今のトートバッグになったっていうふうに思ってるんですよね。このトートバッグ、ブルードゥシャフっていうブランドのトートバッグになるんですけれども、トートバッグがいいよっていうお話なんですが、まあちょっとだけね、このブルードゥシャフっていうブランドの説明させてもらうんですけれども、まあブルードゥシャフっていうブランド、何かっていうと、フランスのブランドなんですね。ブルードゥシャフっていう意味は、フランスがね、昔こう蒸気機関車だった頃に火をくべてる、あの石炭をね、こう配ってる機関士の、ボイラー機関士の着てる服が青い作業着だったんですよね。で、それをブルードゥシャフっていうふうに呼んでいたっていうのから、このブランドがね、できてるんですけれども、トートバッグっていうのはね、基本的には1枚の革を両端をね、こうつないで、シンプルな構造、それにハンドルをつけたものがトートバッグだと言われてるんですけれども、で、上がね、開いていて口が1個みたいな、本当にね、ドシンプルな形なんですよね。で、ブルードゥシャフのいいところは、ちょっとね、ワークテイストなんですよね。もともと蒸気機関車の機関士にインスパイアされたコレクションなの、ちょっと土臭い、ワーク臭い、パラブーツとかね、そういうのにこう合うような感じで、ちょっと洗練されてない感じのトートバッグだからこそね、絶妙な風合いというかね、ただ本当にシンプルなんですけれども、使い勝手がいいアイテムに、ね、仕上がってるなっていうふうに思っています。ブルードゥシャフ自体はね、もっとカジュアルなアイテムもありますし、言ったらね、ブリーフケースみたいなのもあるんですけども、トートバッグね、僕はこれが結構いいかなっていうふうに思っています。以前の動画でもお話したんですけれども、ヨーロッパだとトートバッグっていうのはあんまり人気がなくて、どちらかというとブリーフケースか、まあ、今だとね、やっぱバックパックが人気あるので、バックパックみたいなこう形になっちゃうんですけど、ビジネスだったらブリーフケースだよねと、トートバッグは女性のアイテムだよねっていう印象がすごくヨーロッパだと強いんですよね。特にこう肩掛けするっていうのは男性は NG だっていう意識が、古い男性になればなるほどヨーロッパの中ではあるので、トートバッグっていうのはなかなかヨーロッパではね、男性の持ち物としては少し市民権がないんですけども、ここ日本はね、トートバッグをこうかっこよくね、持つ男性っていうのが多いので、僕は結構おすすめしています。はい、じゃあ実際ね、今の僕の格好でこうトートバッグとこうブリーフケースとのちょっと違いをね、持ってコーディネート見てもらえば
いいかなというふうに思うんですけれども、っていうことでですね、こんな感じですね、ジャケットとデニムとトートバッグっていう感じなんですけれども、まあ、意外に合うんじゃないかなっていうふうに思いました。ちょっとねカジュアル感があるんですけど、まあ、デニムとの、ね、相性もちょっと土臭い意味ではねいいので、こういった感じで自分はねいつも今はね歩いてたりします。ちなみにさっき言ったんですけど、こんな感じでね肩にかけるっていうのをヨーロッパの男性はあんまり好まないので、このアーチもね結構フランスブランドらしくちょっとちっちゃかったりします、ね、日本のブランドだったらもうちょっとこう広くて肩にかけやすいように、ね、なってるかなと思うんですけど、まあそういったところもね僕は個人的にねちょっと好きだったりします。お伝えしたいことのもう一個は、こういうバッグ一つで印象が大きく変わるよっていうことですね。これはトートバッグなのでちょっとねカジュアルっぽいイメージになると思うんですけれども、こちらねあのフランスランディっていうブリーフケースなんですけど、見てもらうとこんな感じでですね、だいぶね印象が変わるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。エレガントビジネスなね感じがしてかっこいいんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、こんな感じですね。はい、ヨーロッパの方はこういうブリーフケース好んで使ってたりします。まあ、僕たちね結構スーツにはやっぱ合うかなと思うんだけど、それ以外はねちょっと使いにくいので、ビジネスのシーンしか使いにくいので、いつも使おうと思うとねちょっと使いにくいんですけど、でも本当にこういうビジネスだよっていう、ちゃんとしてますよっていうのをねアピールするにはこういうねブリーフケース僕はすごくいいんじゃないかなというふうに思ってます。最後にこういったねバックパックもあるんですけれども、本当にねカジュアルのバックパックをジャケットに合わせるのっていうのは結構難しいので、ちょっとねエレガントな、これフェリージなんですけどバックパックを使ってみるっていうことですね。こんな感じでちょっとねエレガントなジャケスラにバックパックですね、まあ、こんな感じでもまあ悪くないかなっていうふうには思うんですけども、ネクタイしてる時にバックパック持つことはあんまりないですね。両手が空くっていうのはねすごく楽というかね、どうしてもそうしたいなと思うことがあるので、遠くに出張に行く時についついねスタイルを捨ててバックパックを選ぶっていうのはね僕はあったりするんですけれども、よいしょ、はい、こんな感じですね。最後にもダウンジャケット、今だとねダウンジャケットを着たトートバッグですね。やっぱりこうちょっとワークテイストがあるこう1枚側のラグジュアリーなねトートバッグ、結構ね、まあ、ちょっとカジュアルな印象、1枚側なんでねカジュアルな印象なんですけれども、これぐらいの感じだとね男性は最初にもお伝えしたんですけれども、同じバッグを年中使うっていうねそういう傾向があるので、こういう高級感のあるトートバッグっていうのを選んでもらうと結構便利がいいかなというふうに思いますし、まあ、今からねこうプレゼントするシーンっていうのがあると思うんですけれども、プレゼント選ぶ際にもねこういったトートバッグっていうのはビジネスでも使えるしカジュアルでも使えるので、使い勝手ねすごいにいいんじゃないかなというふうに思っております。ということですね、僕たちのチャンネルは毎日8時に動画を更新しておりますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。もしよかったらねコメント欄にコメントとか、また LINE を通して質問とかねしていただけたら嬉しいなと思いますので、これからもオクテッドチャンネルをよろしくお願いします。ではまた、バイバイ。